はい、皆様いかがお過ごしでございましょうか。プルート向井です。さて今回はですね、ドラマサイレント第4話の感想レビューネタバレありということでご紹介していきたいと思います。普段はですね映画レビューを上げているこのチャンネルなんですけども、今回はですねこのサイレントめちゃめちゃハマったということでですね、僕もちょっとお話しさせていただければなと思っておりますのでですね、ぜひお付き合いいただければなと思っております。今回メインといたしましてはですね、やはりですね港くんがですねつむぎちゃんに別れを告げたというところなんですけども、まあその他にもですねいろんな要素がございました。そこを含めてですね順番にお話ししていきたいと思います。まずですねオープニングでございますね。はい、あの地獄絵図の4人組でございます。はい、お部屋の中に4人いたということなんですけども、つむぎちゃんのですね気の使いでですね、ソウとミナトがですね距離を縮めていくシーンになっていたというところでございます。ここはですね僕個人的には非常に良かったなというところでございますね。でやっぱりですね今回なんですけども、その別れを切り出そうというふうにですね決心しているっていうところが、まあ最初の伏線からもう始まっていたというところでございますね。まあそこの伏線というところがですねいろんなところにあるんですけども、まず一つ目というのがですね、もし別れたとしてもその間素敵な思い出があったらいいのにねというふうに港くんが言うわけなんですよね。まあそこでですね、つむぎちゃんはですね別れない方がいいのにねというふうに発言するわけなんですよ。もうここでですね港くんはですねちょっと思ってるわけですよね。あー俺どうしようかな、ちょっと別れようかなと思ってるわけでございます。でポイントなのがですね、別れない方がいいのにねこの発想ですよね。このつむぎちゃんがこのソウのことを思って言ってるのか、それとも港くんを思ってまさかそんなことはないと思うけど別れない方がいいのにねっていうふうに言ってるのか、まあここのですねところがですね非常に面白い。まあ、今回のですね作品はやっぱりね、つむぎちゃんからするとですねシーソーゲームみたいなところがあると思うんですよ。揺れ動く乙女心というかですね、ソウとミナトくんどっちを取ればいいのか悩んでいる、まあ、そういったところのですね表現というところでですね、僕たち観客じゃないね、視聴者もですね考えさせられるところだったんじゃないかなというふうに個人的に思っております。でね、僕がですね今回のですね演出で良かった、まあ、秀逸だなって思ったところ2つあるんですけども、まず1つ2つ目のところをお話しさせてください。そこが何かと言いますとですね、この港くんがですね弟くんとですね電話をするわけで、つむぎちゃんがフットサルに参加するよみたいな、じゃあ弟くんも手話覚えたらいいんじゃないのというふうに発言したわけでございます。でそれで弟くんはですね、なんでそんなこと言うのというふうに発言するわけなんですよ。まあね、ここにね今回のね、大切なところがギュッと詰まってるなというふうに思いましたね。はい、でね何が言いたいのかっていうと、このね弟くんというのはですね、もちろん港くんのことが大好きだっていうことは第一にあると思うんですけども、一番大切なのは、この弟くんは自分のですね、お姉さんのつむぎちゃんをですね、一番幸せにできるのは港くんだと思っているというところなんですよね。ただ、まあ、今回ですね、後半の方でお話しさせていただくんですけども、やはりこの港くんというのは、まあね、自信がないというところがですね、今回のキーワードになってくると思うんですよね。うん。まあ、ここのですね、弟さんのですね、哀愁漂う発言というかね、こういったところのね、演出がね、僕はこのサイレントっていう作品に引き込まれてる理由なんですよ。うん。ちょっと熱く語っちゃいましたけどね。僕はここ非常に好きでございました。うん。やっぱりね、弟くんというのはですね、一番つむぎちゃん、まあお姉さんのことをですね、近くで見ていて、お姉さんのことを一番よく知っている人間なわけでございます。そんな弟くんは、みなとくんが一番お姉ちゃんを幸せにできるっていうところをですね、この一言で表現できてるの非常に素晴らしいなというふうに思いましたね。はい、好きでございました。ではですね、続いて、大切なところでございますね。今回の重要ポイントで言うとですね、二つ目というのが気を使うっていうところなんですよね。はい、まあ、今回ですねお話といたしましてはですね、春尾さんですね、手話教室の先生でございますけども、やっぱりですね聴覚障害者と、健常者の方はちょっとやっぱり違うんだよね。うん、なんかやっぱりちょっと距離がこう一歩引いちゃうよねみたいな風に言ってるんですよね、発言していると。そして今回のお話ですね、港くんがソウをですね、まあ、フットサルに呼ぼうかなというふうにお友達に相談するシーンでございますよ。で、その時にはですね、やっぱり気を使うから、そうも嫌なんじゃないのっていう発言をするわけなんですよね。今回の演出のね、良かったところ、それが何かというと、さらっとね、重要のキャラじゃなくて、つむぎちゃんのお友達が発言する言葉なんですよ。これが素晴らしかった。で、なんで発言したのかというと、ああ、ああ、そうくーんみたいな感じやって、あ、
なんか通じたっぽい。これなんですよね。うん。これ、ここもね、素晴らしいね。本当に素晴らしいなって思います。うん。なんかまあそういったところではですね、その後もですね、このですね、お友達がですね、いやーなんか言葉っていらないんだねっていう風に言ってるわけでございます。まあこのですね、言葉っていらないよねっていうのはですね、やはりこのサイレントっていう作品のですね、つむぎちゃんのですね、あなたの声が好き、あなたの言葉が好きっていうところのですね、アンサーになっているわけでございますよね。うん。ここのね、見せ方ですよね。本当にいいなって思っちゃいますよ。うん。ここをね、主人公クラスのね、人にですね、発言させない。まあ、言ってしまうとですね、準レギュラーみたいな方に発言させるっていうのはですね、このサイレントっていう作品がですね、非常に素晴らしいところだなというふうに思ってます。だから僕ハマってるんですよ、これ。そう。普段はね、あんまりですね、ドラマ、日本のドラマとかあんま見ないんですけども、こういったところが非常にいいな。なんかね、いいよね。なんか通じたっぽいって今っぽくない？今っぽいよね。まあ、それでいいんですよということでございます。はい。まあ、そんなこんなでございましてですね、今回このフットサルのですね、フットサル場でですね、みなとくんがつむぎちゃんに別れを告げるというところでございまして、ここはですね、僕は思うのはですね、みなとくん、あなたは自信を持ってください。つむぎちゃんはあなたが幸せにできるはずです。はい。ただあなたはちょっと自信がない。もしかするとそうくんの方がつむぎちゃんを幸せにできるんじゃないと思って手を引いたんですよね。その気持ちはすごいわかります。ね。でね、今回のそこのね、この歯がゆさっていうところもね、非常にですね、いい表現ができていたなっていうところです。このつむぎちゃんがですね、そうくんが3年間の間に実は別のでサッカーチーム、耳が聞こえないサッカーチームにも入ろうと思ってたけど、認めたくなくて入らなかったんだってっていうお話をするわけじゃないですか。やっぱりね、みなとくんの立場になって考えてみると、それはね、胸を締め付けられるよ。うん。あんなね、深刻な顔をしながらですね、そんな発言されていたら、みなとくん側のね、立場になってしまったら、あ、ちょっと俺ダメかもしれない。みたいなね。そういう風になるのはね、もうこれ必然でございます。僕もそんな経験がありました、昔。はい。まあそういうところもございまして。で、あとはね、このみなとくんなんですけども、やっぱりね、いい人止まりっていうお話なんですよ。皆様恋愛において言われたことありませんか？特に男性の方。何々くんってすごいいい人なんだけど、いい人止まりなんだよね。って言われる場合。ありますよね。はい。それが今回の、みなとくんの心境でございます。みなとくんの中でもですね、やはり自分はいい人なんだな。冗談とかそういったところも言えない。全部イエスマンになっちゃっていて、やっぱり嫌なんだよねっていう気持ちがですね、やっぱり表現できていたっていうところでございますよね。まあ、それの比較になっているのが、このフットサル場に入る時の、つむぎちゃんとですね、そうくんのですね、二人の掛け合いですよ。まあ、ちょっと冗談を言いながらですね、フットサル場に足を運ぶというところで、そうくんはですね、やっぱそういった冗談みたいのはできないんです。はい。つむぎちゃんを何で愛せるのかというと、やっぱり優しさで包み込むわけでございますよ。うん。やっぱりね、そういったところで、みなとくんというのはですね、非常にそういった自分の優しさしかないっていうところがコンプレックスっていうのがですね、あると思うんですよね。ただ、今回の作品なんですけど、もちろん、つむぎちゃんはですね、もちろん揺れ動いてますよ。気持ち的には。そうくんとみなとくんどっちがいいかなみたいな感じで揺れ動いてる乙女心というものはあると思うんですけども、基本的には今回の作品見ていると、みなとくんのことをですね、受け入れようとしているところがあったわけでございますよね。うん、やっぱりね、ここのですね、二人のこのね、ボタンの掛け違いではないでございますけども、そういったところでございまして、僕がですね、やはりですね、みなとくんに言いたいというところは、自信を持っていたら、あなたは、つむぎちゃんを幸せにすることが今後もずっとできていましたよというところでございます。でね、今回のお話、まあ、みなとくんはですね、別れを告げたというところでございます。本人もですね、言ってましたよね。やっぱり自分がこういうふうに思ってるのが辛いと、別れた方が楽なんじゃないかっていう発言をしておりましたけども、やはりですね、別れた後が地獄でございます。うん、みなとくん、それは間違いでございます。別れた後が地獄でございますよ。こっから先ですね、つむぎちゃんと、おそらくですね、つむぎちゃんとそうくんは幸せになってくると思います。そこを横目で見るとき、あなたは耐えられるんでしょうか？あなたは本当に、つむぎちゃんを愛していたわけでございますよ。まあ、そういったところがですね、
この後の後半の方でですね、描かれるんじゃないかなというところでございます。はい。おそらくですね、この次のところにですね、まあ、ハッピーエンド的なところございまして、まあ、ドラマといたしましては、その後またですね、二人に苦悩と葛藤がですね、待ち受けているというふうなですね、ところになってくるんじゃないかなと思います。ちなみに、そうくんのお父さんもですね、耳が聞こえない聴覚障害者だったというふうな演出がありましたけども、やはりそういったところではですね、篠原涼子さんが演じているお母さんと、まあ、過去に何かあったのかもしれませんよね。うん、隠しているっていうところでございまして、まあ、二人がですね、結ばれたというところでございます。まあ、今回のお話というのはですね、健常者の方は健常者と、そして耳が聞こえない方と、耳が聞こえない方は結婚するのがこの前8割だって言ってましたっけ？耳が聞こえない方と、付き合うの8割だって言われてましたけど、それを覆しているのが、そうくんの家族なわけでございます。はい。まあ、そういったところがどういうふうに描かれていくのかというところが見どころになってくるんじゃないかなと思っております。はい。僕もですね、もう一回第4話見返してですね、思ったところがあれば再度動画に上げたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録してお待ちいただければなと思っております。それでは皆様、また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあねー。今回はドラマだね。